ハローチャペン。2018年9月7日金曜日。今日は歯医者行って8回目でございます。前回先生にカラーゴムのアマゾンのサイトを送って買ってくれたのが届いてたので、本日つけてもらいましたわ。発色がいいカラーとなんかくらったいカラーが混じってて、不良品も入っててなんか切れちまうんだと。これが不良品だったの。これ歯につけるやつね。なんかね、品質が悪いみてえよ。だからね、記念にこれもらってきたのよ。ほら、これピンクいいでしょ。ついてんのよ、歯に。それで、8回目行ってきたけど、8回目はやっぱビキニよね。ニキビなんだけど、ここ。いや、 やっぱね、治りかけるとね、またね、出てくるから、今は、ほったらかし。もう、お薬とかも、塗ってない。めんどくせえじゃん、と思って。だから、顔洗って、なんか、ハトムギ化粧水を、こうやってね、お肌のケアしてんの。でも、美白になっちまったら、とんでもねえわよね。焼いてんのに。それがね、今は心配よね。だから今はアメリカ産のボディクリームとか顔には塗ってない。ハトムギ化粧水だけね、こうやって塗ってんのは。体はボディクリーム塗ってるけど、顔は日本産。あとはね、まあこんな感じかしらね。多分そうだ。じゃあそういうことで、バイダリースバイね。チャオー。